ンポン。最近運が足りない気がする。え、うん、こら、運ですよ、運。最近ついてないんですよ。なんやねん、やぶから棒に。なんかあったんか？あっち向いてほい2連敗。評価しづらい運の悪さ。いや、別にあっち向いてほいで2回くらい負けることもあるやろ。え、じゃあ勝負しましょうよ。ええけど。じゃあ行きますよ。最初は、あ、すまんすまん。あれ、最初はつける人？つける系ね。じゃあ仕切り直して。最初はグー。イエーイ！勝ち。あ、いるいる。最初にパー出して勝ち誇るやつ。あははは。いいから最初はグーつけてやんぞ、我に従え。やあ！たく、行くで。最初はグー、じゃんけんぽん。あっち向いてほい、歪みがパネー。そ、また負けた。うちは今勝ったのかい？はは、私の運を分けてあげようぽよ。何その可愛いゴミ。あなたは、寂しいアマゾネス神。名前の要素一切ねえな。私もついに憧れのアマゾネスに。お前がアマゾネスに憧れてる描写あったっけ？ふふん、我こそはチェケラ宮本。アマゾネス要素ねえじゃねえか。ふふん、しまいなさい。私の力、受け取るぽよ。いやー、めっちゃ嫌がるやん。どうですか？誰に向かって口を聞いているんだっぴよ。我神だっぴよ。すべての運命を司る神だっぴよ。何そのクソみてえなゴミ。クソ、しまえ。じゃあ行きます。最初はグー、じゃんけんぽん。あっち向いてほい。あー、ほんと勝ったかどうかわからんな。ピンポン。なんやなんや、音が変や。いつもと BGM も違うし、どうなってるんや。これってや、え、ちちちち違いますよ。私じゃないですよ。信じて。すげえ、動くたびに音が鳴り響いとる。わかっとるわ。なんか全体的にこの部屋の音が変なんや。音？ほら、うちが跳ねるたびにきらめく音が。すごーい、先生も跳ねる。なんか、つまんな。なんでー？いや、それにしてもなんなんや、これは。まさか、先生を狙うプロの組織の仕業か。お前今撃たれなかった？え、早く防弾チョッキ着ないと。どうでもいいけどすげえ撃たれそう。こんな状況でもショートコントはやめない。お前は毎日がお笑いでいっぱいやもんな。テレビや音がすげえ。では行きます。ショートコント、イノシシ。なんで積極的に撃たれそうなテーマ選ぶの？あはは、我こそは山の主なりエビバディ。エビバディとかいう山の主やだ。我が住処を脅かすやからは、この山の主が許さんぞ。わあ、かっこいい。くらえ、必殺、ちょっとつ猛進。主ふふ、我もここまでか。この山のことは頼んだぞ。ガフ。あかりちゃんこれ楽しい。よかったな。ピンポン。最近リメイクが流行ってるみたいです。え、いや、つい先日に某対策 RPG のリメイクが発売されたってだけで、リメイク自体が流行ってるわけじゃないんやと思うんやが。ふむ、こういうのどうですかね。人の話を聞けよくたばれ。ということで、私たちもリメイクしていきたいと思います。どこに需要があんねん、それは。よーし、じゃあ私たちのキャラ設定をリメイクしちゃうぞ。はあ、ついみたい。はい、データメガネ。やっぱり本体メガネじゃん。こちら先生のキャラ設定集になります。こんなんあるんか。では見てみましょう。もうすでに意味不明なんですが。もう、なんですかこれ。どれや。アホってなんですか、アホって。もう、意味わかんない。一番意味わかるのがその項目なんですが。てか CV ゆずきゆかりってなんやねん。私は私ってことかな。わけわかんねえこと抜かすなしばくぞ。うん。でもこれ見ると設定完璧すぎて修正するとこないな。え、そうだ。なんや。これ CV を別のキャラの声に。それもうやった。ちょうちょう。じゃあタチウオおっさんにして声を私に。似たようなこともうやった。ケルベロス。じゃあタチウオおっさんにして CV をおっさんにすれば。それはもはや純粋なおっさんだよ。なんでキャラとは別の声当てたり、おっさんのタチウオにボイスロイドの声当てるなんて変態みたいなことすでにやってるんですか。おかしいでしょ。おめえがやったんだよボケが。で、リメイクはどうするんや。むむ、もう少し考えてからまた改めてやりますか。あいよ。次回はどうやっておっさんのタチウオを生かしていくかについてブレストしましょう。なんでお前はおっさんのタチウオを最大限生かそうとするの。